ーディションで決まった時の印象は、私オーディションの時にふざけて受けたものですから、私の前にオーディションを受けていた女の子が、私だってなんとかの子孫なんだからっていうのを、コマゴなんだからって呼んだんですよ、漢字を。で、それを見ていたよその事務所のマネージャーさんが飛び出してきて、で、ちさ、お前もコマゴって読めって言われて、逆らえなくて、そんなことしたら落ちちゃうじゃないですかって言いながら、もうコマゴなんです、あ、ごめんなさい、嘘つきましたって言って、ふざけてオーディションを受けたんですよ。だから絶対落ちると思っていたので、信じられなかったです。私とささみちゃんの似ているところは、プリティサミーなところかな。ふざけんなよ気に入っているセリフは、さあみんな愛に目覚めるのよっていうプリティサミーの時のセリフ。プリティサミーの変身シーンには、振り付けがあるんですけど、ジュゲームジュゲーム悟空のすり切れ、サミーデイビスブロイラチキーン、恥ずかしいですね去年の6月から10月まで私わがまま言って留学させていただいていたので、その間にどうしても天地無用のビデオの撮影が、アフレコが入ってくるっていうので、一時帰国をして天地無用のために帰ってきたなっていう思いがありました。で、一人でアフレコを抜き取りでしたんですけど、みんながいない天地無用ってすごく寂しいなって、みんなと一緒にやりたかったなって思いました。天地無用はストーリーはもちろんですけれども、キャラクターがそれぞれ生き生きしているので、作品を作る上でみんな自分のキャラクターをどんな風に魅力的にしようか、競争する、競い合うように頑張って研究してやっていますので、それぞれキャラクターの魅力を見逃さないでいただきたいなと思います。ささみちゃんの、ちなみにささみちゃんのキャラクターの魅力は、お料理上手なところと、こっそり見え隠れする小悪魔っぽいところですかね。留学から帰ってきて、天地無用もビデオからテレビアニメになったりなんかして、皆さんのおかげでこんなにどんどん発展することができました。劇場版にしたいなっていうお話も出ていますが、私ももちろんその意見には賛成です。皆さんの応援があればテレビシリーズも延長されるなんてこともあるみたいですので、これからも気を抜かずに応援続けてください。イベントにも遊びに来てくださいね。